どうも、ボーダーです。今ですね、京都清水寺の前に来ております。で今日は2月26日の日曜日ですね。時刻は、14時58分です。で今日は清水寺から、八坂神社までちょっと人出状況を見ていこうかなと思います。で今日の気温はね、6度ですね。普通に寒いですね。ちょっと晴れてきましたね。少し並んでますね。晴れてきたね。
逆やろ、当てるなって。いやあれから、じゃあ本当あれから論争が出れたい。まあ、この前の祝日の時のほどの人出ではないですけど、結構、まあ、多いかな。まあ、でもこうやって見るとやっぱ多いね。今ちょうど3時4分ですね。あー多いね。おお、やばすごい人だな。おしゃれ。多分この3時4時現在が多分一番多いんじゃないか、人。いや、いや、はい、このレッサン。まあまあ。Thank you.
ここなんか新しくオープンするみたいですね。あ、ヒアっていうお店か。楽しみですね、めっちゃ。さあ、三年坂ですね。おお、いい、結構人だね。ここでこけたら3年以内に死ぬって言うから、あんたもこけるわ。あ、そうなんだ。ここでこけたら3年以内に死ぬみたいですね。知らんかった。もう絶対こけないようにしないとね。ってことは2年坂でこけたら2年以内に死ぬってことなんかな。やばいな、それは。
I'm super now. ちょっとね、二年坂行く前にちょっと五重塔をちょっと見に行こう。あったかいところ。すごい、ここもやっぱ人が多いね。おー、またこの人力車がまた絵になるな。はい、二年坂ですね。醤油もその匂いすると思ったらやっぱこれか。やっぱ人気すごいね。あ、そうか、みたらしなんかもあるんだ。なるほどな。やっぱ芋だけじゃないんだ。あ、そうか、これか。あ、これまたうまそうだな、このみたらしなんか。Is that good?
カニだ。이거 아니야? 이거? 아니, 이거 뒤에 있잖아.
ったよな、うん、いた前に知らんと思うないかいや、もうほんとこんな長い人じゃないあ、これだっけ姿勢が深く世に知らんと深いとはまだ知らんもうね、あのねねの道はね、人が少ないですね。ここまで来ると人がまばらですわ。ちょっと今からですね、ちょっとコーヒータイムでもしようかなと思います。一回だけ行ったことありますね。なんかホテルのとこですね。なんていうホテルか忘れましたけど。こちらですわ。有楽京八坂というホテルですね。コーヒーを買いました。
白いのあるでね。ちょっとね、そこの公園で飲もうかな。あれはですね、4やばい、めっちゃコーヒー溢れてる。やばい。これちょっと起こす。よいしょ。ちょっといただきます。よし、ちょっと歩きましょう。もうね、あの八坂神社ですね。最高です八坂神社の人出は、まあ、そんなにめっちゃ多いってわけでもないですね。
はい、では今日はねこの辺りで、動画を終わろうかなと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。皆さんまた、次回お会いしましょう。またね皆さん、バイバーイ。